いリズムです、いいリズムです。日本の山本3400m 通過、はい、いいです。5分俺は0.59、34秒にトップのペシュタインとの差を7秒に詰めてきました。日本の山本、今年は2月に左足の靭帯を手術しました。まだ足には2本のピンが入っています。しかし今シーズンは国内では無敵の8連勝。日本の山本が世界の舞台で大きな勝負はこれが 5000m では初めて、はい、まだまだ動いてます。山本さんらしいですよ。 3800m スピードがあります。5分34秒77 34秒1、ここではトップのペチシュタインのこの1周よりも上回っています。徐々に徐々にトップの記録に近づいてきている日本の山本博美。間違いなく7分20秒切りますよ。7分20秒切るということは現時点で2位以内に入ってこられるということです。日本の山本博美、さあ 4600m の通過タイム、 4600m の通過タイム34秒がラップタイム、はい、ほとんどベルトと並びました、はい、これ18秒は間違いなく出ますね。さあ18秒が出ますと楽しみです。さあ日本の山本、この大きな舞台でもここまで冷静に運んできています。さあ最後の周りがどのぐらいで入ってくるか、どのぐらいの周りで入ってこられるか、いけるいける、あと 100m です。山本足は衰えません。山本蹴ります。いいですような走るようなこのフォームで山本が来ます。山本来る、あと 10m ゴールイン。山本7分20秒切ってきた。前半を抑えて後半を上げて終盤キープ、素晴らしいですね。レース運び、レース終わってからの方がすごい緊張したので、ほっとしたというか、やっぱり良かったな、一安心しました。まず終わった時はやるだけやったので、メダルが取れなくてもと思ったんですけれども、やっぱりだんだん欲しくなりまして、もうすごい気になって、終わってからの方がすごい緊張しました。初めはもう自分のやるだけのことをやりましたので、もう結果はいい、もう滑れただけでもいいと思ったんですけれども、やっぱりメダルは欲しいなと思います。自分の滑りができれば、あ、結果は後からついてくるって自分に聞かせてやってきましたが、本当にこういう風になると思いませんでしたので、すごい嬉しいです。